どうもお疲れ様です。あの、先週のことなんですけども、私メインチャンネルがね、いきなりアカウント制限くらって、サブチャンネルの方を急遽作ったんですよ。いや本当に未だにチャンネル登録者数が90人もいない、すごく極小のチャンネルです。ね。だから、YouTuber としてアカウント作ってデビューしたっていうのと同じような状態なんですよ。だから言いたい、私は。チャンネル登録が100人以上あってね、 なななんんんででで、稼げないんだってことなんですよで。私は100人もいないチャンネルできっちりね3万円稼いでるわけですよ1週間で3万5,000円ぐらいだったかなしかも使った案件は第一生命ネオバンクってアプリです第一生命ネオバンクってアプリは私がチャンネルを制限くらって仕方なくサブチャンネルを急遽作ってそこからスタートした時に偶然目にしたそんな案件だったんですけども あのチャンネル作ったばっかりだからって言ってね稼げないなんて言い訳にならないわけですよというのが私は YouTuber としてそれによって生計を立ててるわけなんですよねチャンネル制限食らったら手も足も出ませんでしたお金稼げませんでしたじゃあ今日の電気代の支払いできないわけですよ今日のおにぎり1個も買えないわけですよ、まあ、そうなってくるともうおまんまの食い上けっていう状態ですよねだから何が何でもやるしかないうん結果出ないかもしれないけどもやるしかない結果が出ないからもっとやるしかないわけですよ で、第一生命ネオバンクのアプリを毎日毎日毎日しつこくしつこくしつこく動画どんどん投稿していったでしょ動画どんどん投稿して1週間で3万5千円ですよ。ねまあ、3万5千円では成規は立てられませんけども、でも、ゼロじゃないわけなんですよね。1000円とか2000円でもないわけなんですよ。万っていう単位で作るわけなんですよ。で、その実績を持って今度メインチャンネルに持ってきたわけですよね。そうするとね、 私はすすごくアンラッキーなことが起きたわけですよチャンネル制限下ったってことはでもそれをどう活用するかっていうことをやったわけなんですよ弱小チャンネル無名のチャンネルだけども3万5000稼ぎましたよ1週間でってことなんですよもちろんそこでねもしかして私の独自のコンテンツを売ったらもっと売り上げになったかもしれないですけどもなんせ急遽だったんでねプロモーションかける暇がなかったんですよだから今日すぐに儲かるアプリってことで第一生命のネアバンクっていうのを やったったて感じですまあ今ではねもう4万円を超える売り上げになったのかなもう7万5,000円がマックスですからもうほとんど達成は見えてきたなって感じですけどもチャンネル登録100人以上ある人がねもっと言ったら200人300人ある人がこの第一生命のネオバンクのアプリをチャンネル制限をね食らったわけでもないのに紹介していって稼げないっていうのはちょっとそのね打ち出し方セールスの仕方がまだまだなんだなと思いますしそもそもね毎日このネオバンクのアプリをね 紹介しててないいっううかねそれはもう完全に怠慢ですよ金稼ごうとしてるのに出勤してないわけですからうんそれだとね例えばリアルな店舗とかリアルな会社に毎日出勤することができないですよね、うん、だって動画1本作って投稿するなんて、まあ、どんなに一生懸命時間かけても1時間かかんないと思うんですよ5分ぐらいのねネオバンクのアプリでも会社に出勤するって出勤する前にねなんか身なりを整えたりとか着替えをしたりとかね 必要なものをそ揃えたりとかで、えー、出勤するために、えー、まあ時間をかけるわけじゃないですかそっちの方が結構大変だと思うんですよ <laughs> だから一つの案件を1週間紹介し続ける2週間紹介し続ける持ってったら7万5千円いくまではやっぱりやらないとそれは必ずお金がもらえるわけですからで動画投稿するのにコストがかかんないわけでしょ、うん、でも出勤とかってコストかかりますからねやっぱりね 電車賃かかるかもしれないしでお店まで行くのにね体力使ったらねジュース一本飲みたくなるかもしれないですしね、うんまあ、必ずしもリアルな現場と比較するわけではないんですけどもあのどんな状況でも結局、うん、お金稼いでいかないともう生きていけないわけなんですよね考えてみたら当たり前のことなんで別に今日1万円稼ぐことってのは今日自分の暮らしを支える1万円ですからねでそれを、ね、引いて言えば 老後の問題ととかか心配だとか言うでしょいや毎日1万円稼ぐ能力があれば70になっても80になっても1万円稼げばそれでもう老後の心配なしってことになるんでそれでいいわけなんですよ別に貯金とかに頼らなくてもね朝起きて今日1万円稼ごうと思えばいいわけですからもう1万円じゃなくてもいいですよね5,000円でもいいし3,000円でも何とかやっていけるんじゃないですか80歳ぐらいになってね朝起きて3,000円稼ぎましたっつったらその日は何とか回るんじゃないですかねそれがずっと最後までいけばいいと思うんですよ まあもちろんね突発的な支払いとかも入ってきたりとか医療費がかかってきたりとかね怪我をしたら包帯も買うかもしれないってことを考えたらちょっと三千円じゃ足りないよねみたいなことになってくると思いますけどもでも基本的には毎日1,000円とか2,000円が稼げるようになってから心配することだと思いますそれはね、はい、じゃあそんなとこですかねみんな頑張っていきましょうね